日はホクホクじゃがいもかき揚げと和風ポテトサラダを作ります、うん、はい、格安のじゃがいもをたっぷり使ってじゃがいものホクホク感が美味しいかき揚げと、いつもとはちょっと違った味付けの和風味のポテトサラダを作りたいと思います。はい、そして今日のお料理の見どころ、はい、題してシャーのポイント。1. 黒い食材丸々で味付けとアクセント。2. ポテトサラダを和風にする調味料。それでは始めてまいります。まずはポテトサラダ用のじゃがいもからの準備です。はい、始めてまいりますね。はい、じゃがいもまず皮むいてありますね。はい、これを、8等分、まあ、大きさにもよりますけど、まあ、だいたい8等分ぐらいで切りましょうね。切っていきます。はい、こんな感じで、はい、切っていってください。はい、だいたいカレーに入れるぐらいの大きさですかね。一口サイズです。そうですね、そんぐらいですね。はい、はい、こんな感じで、はい、お願いします。はい、はい、そうしましたらね、はい、今日はこれを、加熱するんですけれども、茹でないで手軽に電子レンジで加熱していきますね、うん、そうなんです、簡単にできます、はい、まあ、こう耐熱皿に入れて少し水をねかけてあげましょうね。こういう感じでね、あーっと、そしてラップをして、電子レンジで、じゃあ加熱します。はい、今日はですね700ワットの電子レンジで6分ほど加熱します。そうですね、6分ぐらいお願いします。レンジに入れて、はい、 OK です。ありがとうございます。さあ、それでは続いてはかき揚げ用のじゃがいもの準備です。お願いします。はい、じゃあ1個やってくださいね、これね、はい、じゃがいものかき揚げってじゃがいもかき揚げですよ。そうなんですよ、今日はもう格安ですから ね、はい、これね、しかもボリュームあってすごく美味しいんですよ。こちらね、5ミリ角のこうね標識切りに、まずこうちょっと薄切りにね、危ないわ、大丈夫、滑ってくる。そうなったらショウさんは上手くなるの。え、結構上手くなりました。最近上手くなったんですよ。上手ですよ。前までどうやったんやろ。前はね、こういう切り物させてもらえませんでした。切り物、切り物、ね、なんていうんですか、こういう切り物この前は切り物やったんですか。そう、切り物、そう、切り物、振り物、そうなんですよ。だいたいここでモザイクがかかってます。そうなんですよ、ね、お嬢さんはあれやな、気をつけてよ、気をつけてよ、はい、ではこのままね頑張って私も切っていきます。はい、はい、では衣を作りますね、はい、まず卵ですね。でここにお水を加えますけど、これは冷水でお願いしますね。はい、150cc です。冷たいお水で、これは冷たい方がいいんですね。冷たい方がいいですよ。常温だとなんでダメなんですか。冷たい方がですね、あの衣がサクッと仕上がるんですね。へ、粘りが出てしまうんですね、あの水が冷たくない とグルテン質が出やすくなってしまうんですね。粘りは粘りでいいもんなんですよね。粘りなんてない。どういう粘りが、衣の粘りがない、ない、好きな人も、好きな人もいるじゃないですか。ない、ない、ない。そして今薄力粉を加えてるところです。これもね、ちょっとずつ好みがありますから。いや、天ぷらで粘りはないと思う。まあ僕も粘り好きなタイプですけれども、あの天ぷらですよ。いや、天ぷらじゃない。天ぷらじゃない方の粘りって、オクラとかね。そうですよ、納豆とか。これとは関係ない。関係ないけど、粘りは粘りでいいもんなんですよ。ここにサクサク感を求めさせてください。そうそう、サクサク感。サクサクの方が美味しいです。そうです。で、この混ぜ方もこのぐらいでいいんですね。薄力粉もね、あんま混ぜすぎない。ちょっと粉目が残ってる。混ぜ混ぜしてしまうと、ここも粘りが出てね、グルテン質が出てね、サクッと仕上がらない。サクサクのかき揚げはですね、じゃがいもだけじゃなく美味しい具材を加えることによってさらに美味しくなります。今日のポイント1番です。はい、ではね、こちらの塩昆布を使います。ああ、これ塩昆布じゃない。関西でね、うん、結構料理でこれ結構サラダとかにも使うんですよ、うん、そうなんですね、僕塩昆布大好きなんですよね。塩昆布とね、こうじゃがいもを混ぜてね、じゃがいも自体ってあんまり味がないじゃないですか。そこに塩昆布を入れることで味のアクセントになってね、美味しく食べられるんですね。そうなんです、すごく美味しいですね。さらにしっかりこれで味もつきますのでね、天つゆがなくても美味しく食べられます、はい、聞いてましたか、黒田さん。聞いてますよ、先生の言葉も一言一句全部。全然聞いてなかった。全然聞いてなかったですよ。あとで天つゆをつけなくてもネバネバさせますからね。あ、そうですか。ネバネバさせてくれなかった、それはそれで。ということで、塩昆布を加えるのがポイント1番でした。ネバネバするものは好きやって言うてる話。もう意味がよくは、はい、じゃあここに薄力粉を加えます、はい、薄力粉 10g を加えます、はい、ここにね、薄力粉を加え、これはね、下衣というんですね、天ぷらの時のね、これで天ぷらの衣と具材がくっつきやすくなります。あ、うまいですね、アンドさん。年の功でいいですね、後でデートしましょう。いいえ、結構ですわ。はい、きちっと下衣をつけました。はい、普通のかき揚げの場合でもやっぱり下衣って、そう、した方がいいです。ここに最初にこう粉を混ぜてあげた方がいいですね。かき揚げってあんまりね、大阪そんな食べない。だからここ衣を加えますね。はい、混ぜて。この衣もね、あんまり入れすぎないでくださいね。なるほど、どのぐらいがいいですか。全体がこうまとまる程度っていうのかな。だからつなぎですからね、あくまでもこの衣はね。なるほど、あんまりジャブジャブにしてしまうとね、ボテっとしたかき揚げになってしまうから、はい、ちょっとこう
ね、加減しながら加えてくださいね。はい、まとまるぐらいで、はい、これ余ったのは普通に天ぷらの衣に使いますから、ね、使ってくださいね。桜エビとか入れてもいいですね。さあそれでは揚げていきましょう。ごぼうも美味しいですよ。ごぼうね、ごぼうのかき揚げ、今日は油170度ぐらいの油ですね。はい、2、3分ほど揚げていきます。かき揚げの時はね、こう、まあ、スプーンみたいなね、お玉とかスプーンとか、まあ、大きめのしゃもじとかでもいいですよ。こうちょっと乗っけてあげて、衣も少なめですね、はい、先生ね。これをこうね、静かにこう落としていくとね、揚がりますからね、はい、でそうですよ、かき揚げはね、あの衣もあくまでも素材がつなぐ程度でいいですからね。なるほど、あんまり多いとこうボテボテになってしまいます。はい、ではこれをこのまま揚げていきます。そろそろ美味しそうにね、揚がってきました。いい感じにね、揚がってきましたね。どうでしょうか。ちょうどいい感じですね。あ、いい感じ。じゃあもう取り上げていきましょう。へー、こうやって浮かんでくるんですね。浮かんできますね。ボリュームありますよ、これ。あー、いいですね。そう、いいです。最高ですね、これ。お腹もたまるし、すっごく美味しいです。4つ揚げていきます。はい、ね、はい、はい、さあそれでは続いてはポテトサラダを作ります。お願いします。はい、先ほどレンジで加熱したね、じゃがいもの、だいたいまず半量をね、こちらでちょっと切りますね。はい、半分をまな板に乗せます。半分ぐらい、だいたい半量を、こちらね、半分を切る、はい、そうなんです。1センチ角にね、こうコロコロに切っていったんですよ、はい、熱いのでね、気をつけてくださいね。そうですね、まあ、こんな感じですね。やけどしないように、はい、1センチ角に切っていきます。はい、切りましょう。潰すんじゃない。そうなんです、ね、そうね。そしたらこの残り半量、じゃあ翔野さん、はい、こちらの半分を、ね、潰すぐらいはできますよね。お願いします。はい、あ、なるほどなるほど。こちらは潰していくんです、はい、ボウルに移しまして、もうね、熱々に仕上がってますので、はいはい、お願いします。これをマッシャーで潰していきます。マッシャーで潰してください。今日はね、2種類の食感を楽しめるんですよね。そうですね。で、あっちのかき揚げはあの細切り、細く切りましたしね。そうですね、拍子切りにしましたもんね、はい。これ結構滑らかになる。まあ、こんぐらい潰れればいいですよ。はい、わ、はい、かりました。潰しました、はい。さあでは、じゃがいもに加える調味料を合わせていくんですが、いつもと違った味付けの組み合わせです。塩のポイント2番、まずマヨネーズですね。はい、これは定番ですね。これ定番ですね、マヨネーズはね。で、普通のポテトサラダにも入ると思うんですが、今日はね、ここにこちらの醤油と練りわさび、これを加えます。はい、じゃあもう入れてください、ね、醤油入れるの。それぞれ小さじ2分の1ですね、はい、入れますね。お醤油ありますからね。そう、わさび醤油といえば、まあ、普通はね、あのお刺身を食べるときにはね、欠かせない和の調味料ですけれども、はい、それをマヨネーズと合わせて、今日はポテトサラダ和風の味付けにしますね。そうなんです、はい、でわさび醤油と、ね、マヨネーズは、ね、意外に相性がいいんですね、うん、こってりの中にピリッとしたわさびの風味が美味しいんですね、うん、はい、もう止まらなくなっちゃいます。すっごく美味しいです、この味付け、はい、さあではマヨネーズとわさび醤油で味付けをするのがポイントでした。はい、ではこちら混ぜますね。はい、お願いします。ザパーッと混ぜていきます。はい、混ぜます。この何ですっけ、マッシャーで潰した方がちょっとソースのようにもなるんですよね。そうです、そうですね。2つのね、こう絡まっていい具合に、はい、まとまりがあって美味しいです、ね、はい、はい、混ざりましたね、はい、はい、いい感じです。そうしたらこちらに、はい、先ほどこう角切りにした方のじゃがいもを加えます。はい、珍しいですよね、こうやって、はい、半分に分けて。さらにね、和風ですから、うん、鰹節です。鰹節も入ります。で、きゅうりもね、よくポテトサラダきゅうり入ってますけれども、うん、今日はね、これきゅうりの浅漬けです。そうなんですよ、市販の浅漬けを乱切りにしたものね、これを入れてます。これがよく合います。はい、すごい美味しい。で、混ぜて、混ぜ合わせますね、これをね、うん、サクッとね。いいですよ、初めてだな、はい、浅漬けを混ぜるって初めてですね。今日みたいにこの一つの、ね、食材、今日で言えばじゃがいもですけれども、はい、じゃがいもを、ね、2つのこう、ね、あの処理をして合わせるのは、ね、和食ではともあえという料理であるんですね。じゃがいもをじゃがいもの衣で和えるみたいな、そういう料理ですね、はい、はい、これもサクッと混ぜ合わさったら完成で結構です。はい、では盛り付けていきましょう、はい、これ作るとちょっとできる人って、いや、本当そうですよ。ショーンさん、家でそれやってるんですか。時々。ほんまに今の目がね、先生のレシピでね、お味噌汁作ってくれましたよね。レシピ全部取ってあります、私。全部取ってるのに味噌汁しか作ってないのかもしれません。私たちに作ってくれたのが、まあ、味噌汁、美味しい味噌汁。取っといて満足するタイプですよね。そんなことないですよ、時々。何かあった時に参考書買って勉強した気分になる。なるほどね。僕でしたけどね。それで受験失敗です。はい、そんな思い出話じゃない。受験大失敗ですよ。大失敗。
でも受験失敗したからこう板前さんになったそうですね。三枚用にじゃプラスですよ。よかったです。そうやって考えていかんとね、人生楽しくないですから。ありがとうございます。それはそうですよ。盛り付けます。よかったよかった。人のことはそうやって気持ちがない。全然気持ちが入ってなかった。いや気持ち入ってまだ僕もよく言われますけど、ね、考え方があるんやから、そら、はい、じゃあレモンを添えて、もうほら塩昆布で味付いてますからね、レモンを添えるだけで。これはいいよということで、ホクホクじゃがいもかき揚げと和風ポテトサラダの完成です。